皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作力チャンネル動画のご視聴ありがとうございます。今回もですね、ジャンク品の修理動画になるわけなんですけれども、今日はこちらです。はい、こちらはですね、シントム株式会社から出てました。これはダビングに特化したビデオデッキなんですけれども、見た目が非常に大きくて、ここに何やら入り口が2つあるんですけれども、ダビングということは当然ビデオのテープが2本必要で、元のテープを入れてこっちにダビングするテープを入れて、コピーができるという機械なんですけれども、外観上はそんなに汚くなくて、この辺ちょっと傷はありますけど、見た目はそんなに汚くなくて、でこちらハードオフで購入したんですけれども、1000円、税込み1100円でした。でジャンク理由がですね、電源は入りますけどテープが絡まりますということで、テープが絡まる理由っていうのは、あそこがちょっとダメになってるんじゃないかなっていう、確信があったので、直せるんじゃないかと思って買ってきたんですけれども、果たしてそのね、故障原因が狙ったところにあるのかっていうのをね、確かめながら直していきたいと思います。
なかなか再生がうまくいかなくて、まあこれ諦めかなと思って、ちょっとしばらくほったらかしにしておいたんですけど、これジャンキーいじってて、でもう一回ちょっと諦めつかなくて、もう一回再生してみようとしたらばですね、テープがまあ綺麗にこうローディングされて、あれと思って、でまあこれでもしかするとうまく動くんじゃないかなと思って再生してみたらば、綺麗に再生されるようになりました。はい、一体何が原因だったのかなと思ったんですけれども、当初睨んでいた、このハイドラのベルトの不具合ではなくて、なんとですねこの、ビデオヘッド、これをですね、この機械は自動的に、まあ、クリーニングというか、まあ、このヘッドのすぐそばに、まあ、元はスポンジかなんかついてたそのヘッドクリーニングの機構があったんでしょうけれども、その多分ヘッドに向かってこうスポンジが動いてこうクリーニングしてたんでしょうけど、その本来ついてたスポンジが加水分解を起こして、そのヘッドにですねベトベトっとこうなんというかゲル状のものがこうへばりついて、それでもって、このビデオテープが巻きついて絡まってたということみたいなんですね。なので、まあ、当初睨んでいたアイドラーのベルトは全然関係なくて、まあ、ほぼ、まあ、ベルト状態は問題がなかったんで、原因はこっちだったということになりますね。で、まあ、こちらに、サンプルのビデオがあるんで、こちらちょっと再生テストをしてみたいと思います。まずは、こちら、デッキ1、上のデッキの方にテープをセットします。これで、再生をしてみますと、はい、ご覧の通り、再生がされてます、はい、映像もそんなに乱れなく、割と綺麗な方だと思いますね。じゃあ次はですね、こちら下のデッキ2の方に入れてみたいと思います。抜いて下のデッキに入れますと、はい、こちらも大丈夫ですね。こちらもほぼ映像は乱れなく再生できています。でまあこの上下のデッキとも両方ですね、同じようにヘッドに多分加水分解したスポンジがこうベターってへばりついてて、まあ、それをちょっと落とすのにね、だいぶ苦労したんですけど、まあ綺麗に落とすことができて、まあこういうふうにですね、綺麗に再生ができる状態になりました。はい、というわけで、こちらシントム株式会社の DDV8000、こちら修理の方ができました。で、まあ今回ですね、おそらくはですね、このジャンクになっちゃっていたわけですけれど、先ほども言いましたように、このヘッドクリーニングの機構がですね、まあ、本来はビデオのヘッドをクリーニングするはずなのに、それがですね、逆にヘッドにこびりついてヘッドを痛めつけてしまっていたという、まあほんま戦闘な状態にあったわけですけれども、まあそのヘッドをまあクリーニングするだけでとりあえずこちらはですね、正常な状態に戻ったということになりますね。まあ、ただそのヘッドクリーニングに使っていたスポンジがですね、完全に抜け落ちちゃってるので、まあその機能だけは使えなくなってますけども、まあ再生と、まあ多分録画の方も大丈夫だと思うんですけどね、
直すことができました。はい、で、まあ、VHS はですね、もうデッキの生産自体が終わってしまっているので、まあもう市場的にその VHS の価値というものはないのに等しいんですけれども、まあ、長く普及した企画でもありますので、まあ、あのテープがですね、まだまだ自宅の方にいっぱいあるよという方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、まあ、そういったビデオテープをですね、まあ、最近はまあデジタルに置き換えて、まあ、DVD とかに置き換えている方もいらっしゃるんですけれども、あえてそういったビデオテープを、まあ、アナログの状態で、資産として残していきたいなっていう感じの人もいるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、そうなってきますとこういったビデオデッキが必要になってくるんですけど、まあもう中古で買うより他はなくなってくるわけですけれども、まあ少なからず、こういった不具合が起きてると思うんで、まあその修理の、ちょっとした参考になればなと思います。はい、というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンも、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。